小林次義は、日本の政治家。神奈川県厚木市長。神奈川県議会議員、厚木市議会議員を務めた。神奈川県厚木市生まれ。厚木市立市小学校、厚木市立市中学校、神奈川県立中央農業高等学校、日本大学農獣医学部農工学科卒業。1972年、厚木市役所に入庁した。 1991年8月、厚木市議会議員選挙に出馬し、初当選。2003年まで3期12年務める。2003年、神奈川県議会議員選挙に自由民主党公認で、出馬し、当選。2007年、県議を1期目の任期途中で辞職。前市長の山口岩尾氏の多選を阻止すべく、自民党を離党し、同年1月28日に行われた。 厚木市長選挙に無所属で出馬し、多選防止を掲げ初当選。前市長である山口岩尾氏の行っていた継続中の政策を引き継ぐ。2011年の市長選挙では、元厚木市議会議長の石井正秀を約8000差で破り、再選。2015年の市長選挙も石井との再選となり、約4000差まで迫られるものの、参選。 同年12月、市長の任期を3期12年までとする多選自粛条例を制定。多選自粛条例を自ら制定した小林であるが、やる仕事がまだいっぱいあるとして2018年12月5日、4選出馬を表明し市長として初めて自ら制定した条例を無視した形で出馬。2019年2月17日の市長選で3度目の挑戦となる石井。 元県議の佐藤智和らを破り四選した。その後、自身で制定した厚木市長の多選禁止と年齢制限という条例を定めるも自身にて撤廃している。ありがとうございます。